今年のキャプテン映しといてください。キャプテンズの選手会長。いやマジで違う、ね、でも正直こうやって見たときにヒデしかおらんくない、まあ、怖いっすわ、一番怖い。いや、ちょ、マジでよしくんじゃないですか。違う俺は言われたけど断った。言われてないぜ。言われてない絶対やばいっすね。それが一番やばいよね。ごめん。あ、いましたわ、本命。今日も光休みです。集中していきましょう。いいですか。オッケー、よし、行こう、よし、行こう、よし、行こう。まとめに気をつけて。なんだっていう。それがもうキクさんが知ってる。すいません。でしょ、キクさん。でしょ、自分から言ってきたんだよ。そうですよ。いやいや、それはもう。違うの。いや、あざっす。あざっす。どっち。やっぱそんくらいのさ、心意気欲しいよね。やっぱ言われて継ぐんじゃなくてさ。そうですね。もうそこはもう、はい。気持ちいい。もう2番継いだから、今年はヘディング1回も負けないっちゃ。対人もでしょ。全部セリカスらしいよ。もうそんくらいでいかないとダメなんで。いや、そんくらいでじゃなくて。そうっす。はい。そうっす。全試合出るらしいよ。それはな、やっぱ2番。覚悟、はい。覚悟って。2番重いよね。そうなんだね。ヒデさん。菊さん、ヒデさんでしょ。坪さん、菊さん、ヒデさんですよね。えぐいね。どうですか、2番、菊さんの。菊さん、僕がやっぱ、そうですね、菊さんの、ちょっと決がしまったんで、2番の勝ちを、最大を上げれるように頑張ります。まだペーペーなんで、がむしゃらに頑張ります。でもね、今日練習見て、
あ、みんなすごいなと思ってやってたじゃん。あ、すごいなと思った。本当に今入ったら多分全くできないと思ういや、そんなことないじゃんそんな、なんか本当本当なんかもうパススピードとかも速いし、みんなよくやってるなって、もう走ってるなって。俺多分今日入ったら多分すぐ肉回りしちゃうと思う多分外から見てあのチームの雰囲気というかどう見えましたか？いや、相変わらずね、いいと思うし、まあ、新加入選手とかもいましたけど、すごく馴染んでるような感じはしたし、まあ、それがレノファの良さでもあるとは思うので、1年間しっかり頑張ってもらいたいなって、応援したいなって思いました。いや、指導者としてはルーキーなんで、まあ、いろんな人に、まあ、学びながらやっていきたいなっていうふうには思ってます。アカデミーを応援してください。お願いします。ありがとうございます、はい。